員準備。第2の神の鍵第42回起動実験を5分後に開始します。神の鍵起動。第一段階に入ります。エネルギー出力安定、領域層への侵入を確認しました。漁師の影の侵入を観測しました。デュランダル様、あとはお願いします。わかりました。前方、漁師の影の接近を多数観測。迎撃をお願いし、了解です。ついてきてください。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。目標一掃しました。座標が更新されました。次の作戦座標へ移動。どんな時も敵にチャンスを与えてはいけません。ついてきてください。神の鍵のエネルギーチャージが域地に到達。空間位置は領域層突破。実験は第二段階に入ります。座標の観測を開始します。ユランダル様、実験は次の段階に入ります。指示が出るまで待機していてください。漁師の影継続出現中。デュランダル様、殲滅任務を再開してください。
こちらです。まだまだです。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。神の鍵エネルギー不足、ゲートが閉まります。カウントダウン5、4。観測結果の計算が終わりました。観測した濃度数は1億8694万、目標濃度までの距離偏差値は54です。54、ビビたる進捗だ。やはり空の立者の力が必要だ。この戦闘は勝たなければいけません。面白い。こちらです。勝負はもう決しました。覚悟してください。漁師の影、全ての消滅を確認しました。本部からの指示により実験を終了します。デュランダル様、基地へお戻りください。わかりました。リタ、
キアナちゃん、待ってて。絶対、みんなのところに連れて帰るから。了解です、艦長。ここは譲れない。どきなさい。ちょっと不安かも。了解です、艦長。ちょっと不…キアナちゃん、はじめまして、ライデン・メイさん。命令に従い、キアナ・カスラナを連行します。そうはさせません。艦長、起きて。元気出してください。両手手段を選ば…キアナちゃんを返してもらいます。では実力で話し合いましょう。そろそろ終わりにしましょう。ここまでです。あなたに勝ち目はありません、ライデン・メイさん。まだ終わってない。いい目ですね。でも今のあなたにはまだその意志に見合う力がありません。
アルビトルさん、大丈夫ですよ。先ほどの空中での爆発はご覧になりましたか？空の律者が、本当に彼女が崩壊エネルギー爆弾を処理してくれたんですか？彼女はどうしてそこまで？この都市と人々を守るためにです。でも彼女は律者ですよ。今私たちには他にやるべきことがあります。上条製薬から解毒剤を入手しました。彼らの計画は失敗に終わりました。逃げられてしまう前にその尻尾を捕まえなければいけません。艦長様、時間がありません。急いで上条製薬の情報を。ご用でしょうか？招かれざるを。手がかりをたどることで大物が釣れるかもしれませんし。さすが副隊長、ずっと先のことまで考えておられるのですね。はっ、警備システムはダウンしています。ハッキングが。上条製薬のシステムが破壊されていますね。どうやら証拠を消そう。目標が姿を現しました。お目覚め、競争の主よ。渡りガラスには仲間がいます。空の律者曰く犬頭をかぶった人がいる。犬頭？どういう意味でしょうか？何かの例えかもしれません。とにかく急ぎましょう。取るなら休息が一番ですよ。やはり遅かったですか。アルビトルさん、残ったデータの回収をお願いします。リタ、そちらの状況はどうなっていますか？デュランダル様、上条製薬のデータの大半は破壊されていました。今緊急措置を講じています。ご支援感謝いたします。ええ、そちらは任せてよさそうですね。こちらは今空の律者を回収しました。ですがすぐに戻れとの命令を主教様からいただいたので、みんなと合流する時間はありません。かしこまりました。デュランダル様、この度の失態による責任は全て私が負います。それに関しては報告を確認してから判断します。処分をお待ちしています。リタ、そんなことを言うなんてあなたらしくありませんよ。自分を責める必要はありません。あなたが無事ならそれでいいんです。ありがとうございます、デュランダル様。